皆さんこんにちは。この試合はおそらくこのステージで最高の試合になるでしょう。スタジアムはすでに大変な盛り上がりを見せています。楽しみな一戦がやってまいりました。皆さんこんにちは。今日の試合、実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて福西さん、あいにくの雨となりましたが、試合の方はカラッとした試合を期待したいですね。そうですね、厚い雲を吹き飛ばすようなゲームに期待しましょう。今日のゲームは注目の一戦となりました。このリーグでも最も堅いディフェンスを誇るチームが最も得点力のあるチームを迎え撃ちます。いやー、いいカードになりましたね。攻めて攻めて攻めまくるのか、それとも守り抜いてカウンターに勝機を見出すのか、監督の動きにも注目したいですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。一般的な 3-5-2 ですね。守備的になることも攻撃的になることもあります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前半のキックオフ、まずはレッズボールです。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。三沢健人、山本修斗、ここは縦を突くでしょうか。ファーにクロスが入った。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。違うアングルから見てみましょう。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。柏木陽介、柏木のパスがカットされました。浦和レッズのスローインです。菊池大輔、杉本健佑、ナイスシュート、ゴール決まった。やったらやり返されたということでしょうか。やられた方は先ほどの得点後に集中できていませんでしたね。ゲームはまだまだ分かりません。この角度からも見ましょう。
長木亮太、三沢健人、内田篤人、遠藤康史、鹿島の攻撃です。ここで勢いが止まってしまいました。シュートを狙う、止めた、ボールが転がる、ボールが外に出ました。鹿島アントラーズのコーナーキックです。中に入れた、シュートを打った、ボールはバーの上を越えました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。これは強い、ボールを奪われません。杉本健佑、ヘディングで決めた。ヘディングでのゴールです。頭で合わせてきました。今日はどうしようもないですね。捕まりません。絶好調、2点目のゴールを決めました。こちらのカメラからの映像です。レオシルバ、ミサオケント、チョン・スンヒョン、長木亮太、内田篤人、長木亮太、遠藤康史。ここで攻守が入れ替わります。ボールを大きく押し出します。鈴木優真、レオシルバ、山本修斗、サポートの選手がいます。真ん中にクロスを上げた、中でヘディング、止めた、キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。ボールを入れた、中央へのボールはクリアされました。シュートだ、シュートはディフェンスが止めました。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。ここはアントラーズのコーナーキックです。ボールはゴール前へ、ここで大きく前に出します。サイドから勝負に行くか、レオシルバ、クロスが入りました。ゴール、
ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。綺麗に決まりました。完璧なタイミングのボレーでした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。杉本健佑、高い位置でボールを取った。鹿島アントラーズのスローインです。長木亮太、鈴木優真、この両チームどちらの勝利を予想されますか？こればっかりは始まってみないと分かりませんね。マイナスのボール、キーパーがっちりとキャッチ。柏木陽介、ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。このボールは重要です。レオシルバ、勝ち越しゴール来るか。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ボールをサイドへ振りました。ボールを回しますが中、ここはシュート、コーナーキックを奪いました。勝ち越し点をどのように狙うのでしょうか。ここはショートコーナーを使う、ニアにボールを入れた。このクロスはキーパーが弾き返す。振り抜いた、このゴールです。ずっと押され気味でしたが、大きなゴールが決まりました。やりましたね。ここまでは苦戦気味でしたが、これで調子を上げたいでしょう。チームが押し込まれている状況で貴重なゴールを奪いました。静かにチャンスを伺っていましたね。慌てず冷静に決めました。こちらのカメラからの映像です。三沢健斗、遠藤康志、長木亮太、レオシルバ、山本修斗、鈴木優真、折り返せるか。ディフェンスが冷静に対応。杉本健佑、マルティノス、ここは縦を突くでしょうか。
前方に運びました。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、柏木陽介、柏木のパスがカットされました。鈴木優真、サイドにスペースが空いています。ファーポストに入れた。ファールの笛が吹かれました。カードは出るのか。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。ペナルティーエリアに入った。シュートだ。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。さあスタジアムのテンションが上がります。チョン・スンヒョン、長木亮太、鈴木優真、ルーズボールになっています。中央へ入る。鹿島に PK です。審判は警告にとどめましたね。今回はカードが出ませんでしたが、次は分かりませんよ。このタックルには監督も厳しい顔をしています。この得点機を阻止しました。ピンチだったんですが、一転して試合の流れを引き寄せるスーパープレーですよ。この PK は失敗です。まあ4回に1回は失敗しますから、これは仕方がないですね。クロスに対して体を入れた。山本シュート、スルーパスが味方に通る。スペースへのボール。このプレーはチャンスにつながりません。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。内田篤人、うまく読んだインターセプト。激しいタックル。エリア内では危険ですよ。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。これはあるぞ。シュート、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。今日はもう完全に乗っています。別のアングルからご覧ください。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。
杉本健雄、鈴木優真、アントラーズが攻める、岩波拓也。前半終了です。スコアは3対3。前半終了時のスコアとは思えない展開でハーフタイムを迎えます。ファーにクロスが入った。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。菊池大輔、杉本健雄、ナイスシュート、ゴール決まった。やったらやり返されたということでしょうか。杉本健雄、ヘディングで決めた。クロスが入りました。ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。このクロスはキーパーが弾き返す。振り抜いた。このシュート、ゴールです。ずっと押され気味でしたが、大きなゴールが決まりました。やりましたね。ここまでは苦戦気味でしたが、シュート、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱する。さて、こういった前半から激しい試合というのはどうでしょうか。選手のフィジカルコンディションは心配ありませんか。それほど心配はないでしょう。問題は流れが偏った場合、精神的に参ってしまうことでしょうか。疲労を一気に感じて足がいきなり止まるというケースが一番怖いですね。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。相手のゴール前でパスを回します。前に出しましたが気を抜けません。長木亮太、華麗なボールタッチ、リードを奪いたい。クロスバーに当たった。ここは大きくクリア。チャンスでした。枠に嫌われましたね。試合の均衡を破るゴールにはなりませんでした。レオシルバ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。味方に出すでしょうか。ファーポストに入れた。このボールはしっかりキャッチ。柏木陽介、レオシルバ、山本修斗、見事な視野です。打った。ゴール決まりました。3点目のゴールはハットトリックとなりました。一人で3点目を奪いました。ハットトリックです。ディフェンダーも手がつけられないといった印象でしょう。フリーにさせると危険です。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。
ここからさらに流れをつかめればいいですね。得点が多く入っています。お互いに攻撃的な打ち合いとなりました。岩波拓也、青木拓也、さあどうだ。菊池大輔、攻撃を組み立てられません。遠藤康志、さあここでプレスを受ける。レオシルバ、杉本健雄、このミスは痛い。相手にパスを出しました。このタックルは激しい。これは危険ですね。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。サポーターのボルテージが上がります。このコーナーは久々に訪れた同点のチャンスです。ボールを入れた。中央へのボールワーク、これはひどいシュートになりました。判断は良かったと思いますが精度が低すぎます。青木拓也、杉本健雄、最近非常に好調です。動きも切れています。この選手が一人で試合を決めるかもしれませんね。ここはサポートがあります。中の選手にクロスを入れた。ここはコーナーキックの守り、守備を確認しています。ボールはゴール前へ。これはいけません。あっさりとパスカット。シュートだ。このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って難しかったですね。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。これは見事なパスカットです。レオシルバ、スルーパスが味方に通る。素晴らしいボールだ。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。さあカードを切ってきました。レオシルバ、ルーズボールになっています。杉本健雄、柏木陽介、ここはよくスペースが見えていました。フィニッシュまで持っていくことができません。長木亮太、走り込んだ味方にスルーパス。いいところに出た。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。違うアングルから見てみましょう。
どちらのチームも守備やガードなどという言葉とは無縁です。まだまだゴールの予感がします。杉本健佑、三沢健斗、ここはサイドに持ち出すでしょうか。鹿島がコーナーキックを獲得。この選手ですが、ここまでの活躍は見事ですね。分析するとよくわかります。複数ゴールの活躍も納得のスタッツですね。バイタルによく顔を出している証拠です。相手はとにかくこの選手のマーク、対応に集中すべきでしょう。コーナーからチョン・スンヒョン、キーパーがっちりとキャッチ。レアンドロ、ミサオ・ケント、長木亮太、レアンドロ、ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。菊池大輔、硬いディフェンスに攻めあぐねています。杉本、柏木、よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。中央にクロス、ボールはヘディングでラインを割りました。浦和レッズが選手を交代します。いいクロスだ。かき出した。ギリギリの反応。ボールが外に出ました。浦和レッズのコーナーキックです。中に入れた。柏木陽介、長澤、サイドからのチャンス。ゴールラインを割りました。浦和レッズのコーナーキックとなります。サポーターの応援に一層拍車がかかってきました。チームに流れが来ているのを感じ取っているのでしょうか。すごい雰囲気ですね。ここは期待に応えたいところです。ゴール前に入れた。ボールを取られません。強いです。菊池大輔、非常に惜しいシュートでしたが、これは決めたかったですね。味方も入ったと思っていたでしょう。悔しいですね。このパスは読んでいました。鈴木優真、絶妙なパス。いいパスだ。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ゴールラインを割りました。鹿島アントラーズのコーナーキックとなります。この選手、今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。コーナーから中へ、キャッチできません。ボールがこぼれた。クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。チョン・スンヒョン、鈴木優真、
しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。ここは押し出します。カウンターのチャンス、ここは決めたい。見事なスルーパス。このボールは決定的。ここはゴールが決まりません。いい狙いだったと思ったんですが、ちょっと運がなかったですね。レアンドロ、ここはサイドに持ち出すでしょうか。ディフェンスに奪われません。柏木が読んでいました。チョン・スンヒョン、内田篤人、長木亮太、内田篤人、サイドへパスを出します。ここはカットされました。攻撃失敗です。サポーターから厳しい声が上がっています。今日はチーム本来のプレーができていませんからね。ポゼッション率、ここはよくスペースが見えていました。折り返せるか。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。鈴木優真、ギリギリで対応。ボールはバーを越えた。またもコーナーキックです。ボールはエリアへ。ここはクリアされました。かなり遠くからね。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。菊池大輔、いい狙いでしたがボールが強すぎました。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。鹿島アントラーズの勝利です。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ハットトリックは最高でしたね。勝利に大きく貢献しました。菊池大輔、杉本健雄、ナイスシュート。ゴール決まった。やったらやり返されたということでしょうか。杉本健雄、ヘディングで決めた。
クロスが入りました。ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。このクロスはキーパーが弾き返す。振り抜いた。このシュートゴールです。ずっと押され気味でしたが、大きなゴールが決まりました。やりましたね。ここまでは苦戦気味でした。シュート、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱。見事な視野です。打った。ゴール、決まりました。3点目のゴールはハットトリックとなりました。